ルナーの頭が追いつかない。玉抜けします。パンちゃん、はい、おいで。はい、9055社員裏に全員集合。全員絶対いらんやろ。だって今回のはあれじゃない。いや今回のももちろんやらないと。通過リレーで。え、ロイロイ来るの？え、これロイロイって社員になるんですか？分からん。まだじゃないの？だって SKE の体験がまだ終わってないから。今日はパンちゃん、君に話があるんだよ。僕に話あんの？僕はないですよ。僕は何も話ないですよ。全然来ねえじゃねえか。もう僕はやろう。もうすっと。上田さんお願いします。ちょっと待ってください。例の格好が決まらないんで。もうそれでいい。ちょっと今日提案したいことがあって。はい。パンちゃんのその体験システム。はい、雇用形態の話ですよね。雇用形態で、はい、やっぱお怒りですか？より一層、いや、そういうわけじゃなくて、より一層ビジネスチックな感じのけどできるんじゃねって思って。はい。例えばだけど、こうパンちゃんの素材をうちが優先的に買い取るみたいな。はいはいはい。その代わりパンちゃんはここで働けますよみたいな。なるほど。まあ優先で買わなくてもあの買えますよ。僕無限に集めてるんで。ちょっと待って、上田さん、ちょっと待って。あの僕が説明しますね。ちょっとあの全然違くない。なんか全員はて。今までだなみたいな感じやんそれ。今まで通りだなみたいな。何も変わらないけどね。はい、まあ、いいですけど別に言ってやってください。はい、結論から言いますと、はい、パンちゃんだけの特別枠を作りましょうという話になりました。なるほど。はい、雇用枠でね。そうですね、まあ、パンちゃんこうクラフト素材とかも作ってくれてるの見てるし、はい、素材とかもこうまあね、うちとしてはメリットがでかいっていうところと、パンちゃんとしては正社員になりたくない、はい、ただ問題だろ、まあ、いやでも重大なこと抱えすぎだろ、はい、ただまあメカニックは続けたい、はいはいはい、っていうところで、いい落としどころが見つかったってことですか？まあ、いい落としどころとしては、まあ、契約社員的な、はい、前に話した、はい、あとリーダーどうすか？担当用意しましょうというところでうちの方で話し合いをしまして。なるほど。一応過半数、あの賛成票が取れましたので、はい、これまでと同じ関係で続けられていければいいなと。これまでと同じ関係なんだ、はい、じゃあもうまあ肩書きを変えてくださったってことですか？そうですね、まあ、なるほど。的に、ちょっとこれ足りないんだけどなったら持ってきてもらったりとか、はい、なるほど。まあなんか気持ち悪いですもんね、今のままだとね。そう、まあ、ちょっとワンランクじゃないけど、その状況を一新するみたいなのは確かに企業落とし、うん、ただパンちゃん抜けるときは1億で会社に納品してもらわないと。いや、な、怖っ、ブラック組織じゃん、なんか初耳あ、そうなんだ、脱退費かかるんだかかんない、かかんない、まあ、今までジャムギャングだったん、ここ平重さんもはい、あ、やっぱ納品してる会社。平重さんも納品してるんだジャムネーもケンツさんも、ケンツさんも、そう、悪っやり方体験でこっち体験でいいって言ってんのに無理やり昇給させられてやめるとき金かかる。普通の体験だっても5000万なんだけど、はい、普通の体験も5000万なんだ。関してはやり転職になりたくない、はい、まあ、まあ確かにそっちもね、確かに、まあ、2億にはなっちゃうけど、いや、まあ、上がってんのかよ。まあね、はい、こいつの話はちょっと聞かないでもろて、はい、まあ、そういうことで私たちはパンちゃんが、なるほど。だけどパンちゃんの意思も尊重したいというところでみんなが認めてます、パンちゃん。なるほど。じゃあ、まあ、契約社員バイトリーダーとして頑張りますわ。はい、ありがとうございます。じゃあ、 あのパンちゃんをあのランク1にしとこう。オッケー、ランク試験も受けようね一緒に。はい、正社員じゃねえって言って、正社員じゃないいや、いいやん、いいやん、気持ち私受けてないけど、でもやめるって感じで。了解です。試験もガンガン受けちゃって OK。 受けない、受けさせんな。いや、受ける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 。やらせんなランク1に。今何なのこれ、そもそもランクって何なの。パンちゃんのその具合は、はい、今まで通りクラウトとか、はい、その誰かしらいなかった時常駐とか、うん、うん、まあいい感じに動けるってことだけど、うん、まあこれまで通り、はい、嬉しいっていうなら、めちゃくちゃ助かるのが体験の教育とか。あ、体験の、あ、それやりますよ全然、うん、の教育かな。要は、まあ、前回誰だっけ、はい、もしかして、まあ、いなくなるじゃん今後、はい、どうにかこうにか、そう、パンちゃんのその実力、はい、
にもこの社員ともども協力していただければすごく助かります。わかりました。じゃあまあ社員の監督係みたいな、まあはい、まあ、今後ねもし気が変わって正社員になりたいってなった時は、はい、まあその時は、まあ、ああ了解です。また僕から言いますわ。社宅で面接、うん、はい、わかりました。じゃあまあ教育もやってきますわ。教育からいいかな。体験はちなみに、うん、そのまあ今までって多分上田さんが体験の人とかを入れてあげてたと思うんですよ、うん、そのなんだろう、新規住民とか見つけてメカニックやりたいかってこっちから聞いて体験させて教えるみたいなのも OK ですか？どうなんですか？そこら辺は。いいよいいよいいよ。あ、OK です。じゃあまあ、うん、割と積極的に。一応パンチさん905の6本に入れとかシートとかいろいろ置いてあるから。6本入るの？契約社員。どうする？契約社員だから。どっちでもいいですよ。どっち、いや入れなくていいですよ。なんなら。大丈夫。OK OK。うん。NTM するいや難しいね。じゃあ入れとかないと内部情報開示マンかもしれないから、まあ、そういう感じかな。はい、わかりました。あ、じゃあサブスク持ってきて OK。 サブスクの分配どうしようか。サブスク分配いいっすよ、いらないっすよ。大丈夫？うん、で待って、一応じゃあ人事シートにはパンちゃん契約社員ってアップグレードクラウド関連サブスクで稼げなかったとしてもまあ出張修理で警察からがっぽり稼ぐんで。ああそれいいね。どっちかというとリサ戦は趣味。はい、まあスマホはマジで OK。 スマホは OK。 ひらがなだって。スマホは OK。 あ、カタカナ。リサ戦はこっちで素材買うからいらない。リサ戦はね時間無駄だね。なるほど、まあ、リサ戦は僕やりたいから やりますけど。ギャンギャンやってリサ戦あれねっちゃよ、はい、エルナとかかけるをこの前リサ戦連れてこうとしてたから。ああ、そういうことね。そうもうキコリ忙しいからな、キコリやるならリサ戦やれ。8月28日入社契約社員で、社用車はなし。はい、大丈夫です。で、はい、そんな感じで了解です。パンちゃんが使いたい時は貸してあげてもいいの？あ、もちろん貸すのはサイバーアタックとか社員だもんね。ファンちゃんはクラフト、はい、店番こっちが飲んだ時に立ってもらう、はい、素材の仕入れ、あとはもうあれかな、ランク1と一緒だから、カスタムとアップグレード OK で、エンジンスワップがノーだね。なるほど、了解です。エンジンスワップ以外は全部対応しても今後変わるからどうなるか分かんないけど、どんどんお客さん連れて、はい、フルカスの依頼しまくって会社にお金ガン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 貯めちゃってください。基本的にはランク1と同じ区分で取り扱います、はい、フルカスできるってことですね。うん、ガンガン請求、ガンガンもう請求しまくって確認を受けて了解。多分大丈夫だと思うけれども、カスタムだけ個人請求は、アップグレードと修理は仕事請求、あとアップグレードと見た目カスタムとかの仕入れ値は外部に言わないって感じかな、うん、ああなるほど。あとは各従業員の ICL 担当、はい、わかりました。店長的な、じゃあもうめちゃくちゃ体験引っ張ってきますわ、うん、新規従業員店長。じゃあ上田こういう初っすか。俺会長だから、私ランクゼロにしなきゃ体験に戻さなきゃよし、お願いします。人とかもそれ、はい、この前も話したんだけど、はい、まあなんだろう、やることなくて、うん、起きてこなくなる人とかいっぱいいたりとかするか。パンちゃんあれだ、エルナさんが今後多分素材売りに来ると思う。え？リサ戦で集めた素材。だる。自分で集めんねん。まあわかりましたわ。エルナさんは別件で借金を背負ったから今日。なるほど。うん、そうなんだ。あ、いいの？向こう。行こう。行くぞ。JTS の。JTS 了解っす。JTS に入っていく細い道。はいはいはい、の上ですか、ね、その横にもっと細い道。難しいから JTS 行ってきます。 JTS 行くって、やべ、危ねえ、危なすぎこれマジで飛ぶやつだったわ。とりあえず JTS 行く。